And now, before we talk about another thing, very quickly, Daniel Radcliffe, time traveller. We've had this on the show before. Right, yes. I don't know if you're familiar with this. Daniel Radcliffe, time traveller. This is the collection so far. Right. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. And this is my favourite one, yeah. Daniel Radcliffe. I look like a lot of old women in yes, the past. But very rarely men or boys. About 2 days ago, someone found another one. Oh, good. This is a young lady in 1922. There she is. はい、どうもこんにちは、タケです。まずこれが何なのかっていうと、The Graham Norton Show っていう、まあ、イギリスの、番組ですね。で、まあ、毎回このグラム・ノートンっていう人が、まあ、ゲストを呼んで、まあ、トークするっていう感じなんですけど、で、今回はハリー・ポッター俳優でおなじみのダニエル・ラドクリフがゲストとして、まあ、来てるっていう感じなんですけど、まあ、こんな風に、毎回その出るたびにちょっといじられていて、で、これが何なのかっていうと、これがダニエル・ラドクリフ・タイム・トラベラーっていう、まあ、やつで、その、もうこのショーでは結構おなじみの回になっていて、ダニエルのファンが、まあ、いろんな時代のダニエルに似た人の写真を、まあ、この番組にこう送りつけてくるんですよね。で、それで、まあ、その写真たちを、まあ、番組で紹介して、まあ、ダニエルがタイムトラベルしてるよっていういじりをするっていう回ですね。まあ、ダニエルに似てるっていうよりは、まあ、ハリー・ポッターに似てるっていう感じなんですけど、で、これで何が面白いって、もう本当になんか僕らの周りでも必ずハリー・ポッターってあだ名つけられた人っているじゃないですか。そのクラスメートだったり、まあ、なんか友達だったり。まあ、メガネかけているっていうだけで、まあ、ハリー・ポッターと呼ばれる人たちが、まあ、いっぱいいると思うんですけど、それがハリー・ポッター本人だと時空を超えていじられるっていうのが、もうめちゃくちゃ面白いですよね。で、さらに、このダニエルがめちゃくちゃ優しくて、で、このいじりって結構もう3回目とか4回目とかなんですよ。で、しかもこのショーだけじゃなくて、今いろんなショーでもうめちゃくちゃいじられてて、で、その毎回そのダニエルだけが出演するわけじゃなくて、そのゲストが呼ばれてるんですよね。なんで、その毎回 MC とダニエルは、まあ、これが何の話か分かってるんですけど、そのゲストは知らないので、もうダニエルが毎回説明してあげてるんですよね。自分がいじられてるにもかかわらず。So we used to have that. I think that was the first one we ever showed. There's a thing that happens when I come on this show where people sort of dredge the internet and have found photographs of people that look like me throughout time. And turns out there's a lot of them. Oh my God, that's quite a good one. Yes. でしかも楽しそうに説明してるんですよね。なんか僕いろんな時代にいるみたいなんだよねみたいな。で、まあ、ここで、ダニエルのちょっと英語にも触れていきたいなと思うんですけど、ダニエルは、まあ、イギリス出身の俳優さんなので、まあ、イギリス英語を喋るんですけど、まあ、例えば We've had this on the show before. Right, yes. I don't know if you're familiar. 今のこの Right, yes, right っていうこの言い方、まあ、なんか特徴としては、まあ、R の音が弱いっていうのと、まあ、T の音が強いっていう感じなんですけど、まあ、アメリカ英語だったら Right, right みたいな感じに R の音が強くて、まあ、ちょっと T の音が弱いっていう感じ で、まあ、あと他にもなんかハリーポッターの発音で言うとアメリカ英語だと Harry Potter みたいな感じでちょっとその T の音が弱くなって、まあ、なんか D みたいな発音になって最後の R を強く曲げるみたいな感じなんですけど、イギリス英語だと Harry Potter, Harry Potter みたいな感じにその、まあ、R が弱いのとあの T の音をしっかり発音するみたいな感じですね。まあ、映画のハリー・ポッターの中でもこんな風に I'm Ron, by the way. Ron Weasley. I'm Harry, Harry Potter. まあ、しっかり、ハリー・ポッター。結構 T を強く発音してますよね。で、まあ、日本の英語教育って、まあ、アメリカ英語を教えてると思うんですけど、実は発音だけで言うと、イギリス英語の方が日本語の発音に近くて、まあ、さっきのハリー・ポッターでも、まあ、イギリス英語ってちゃんと T を発音するし、まあ、R の音が少ないからその日本語のハリー・ポッターに近いというか、まあ、イギリス英語のハリー・ポッターの方が、まあ、日本人からすると、まあ、言いやすいかなとは思います、まあ、僕もなんかアメリカ英語で、まあ、英語を学んだんですけど、まあ、純日本人なんで、まあ、もちろん日本人としてアメリカ英語を学んだっていう感じなんですけど、やっぱりイギリス英語の発音がすごくかっこよく感じるんですよね。なんか T を強く発音する感じとか、そのなんかアメリカ英語の Can I get some water? みたいなこのなんか滑らかな、まあもちろんアメリカ英語も好きなんですけど、でイギリス英語だとなんか Could I get some water please? みたいな、ちょっとなんかなんだろう、紳士感みたいな、ちょっと発音がかっこいいっていうのがあって、そのイギリス英語好きなんですよね。なんでハリーポッターはもうイギリス英語で溢れてるので、もうめちゃくちゃ耳の保養って感じですね。なんでよかったら今度ハリーポッター見るとき、ちょっとアクセントに注目して見てみてください。はい、ということでここまで動画を見ていただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、See you guys again soon! Bye!